はい、本日はですね、こちらノースフェイスのキャンプシェラショートを紹介していきたいなというふうに思います。でこちらのダウンジャケットはですね、今やノースフェイスでバルトロ、マウンテンダウ、いっぱい有名なダウンジャケットある中でもこちらは元祖のダウンジャケットなんですよね。ノースフェイスのダウンジャケットを語る上でこの元祖を知らんで語るっていうのはちょっとどうなんかと。でそれこそですね、こちらのダウンジャケットに関してはもう50年ぐらい前から発売され続けてるんですよね。結構ノースフェイスといえばヌプシジャケットとかが昔からあるよねとか、1990年代からあるよねとかって言って結構皆さん有名やったりすると思うんですけど、それよりもさらに20年前からあるダウンジャケットが今もなお発売されてるんだよというところになってるんですね。ほうほうほう、そうなってくるとどんな特徴があるのというとですね、それは後々喋ってはいくんですけども、こちらの今回カラーを紹介したいんですけどね、これがユーティリティブラウンという、2020年のカラーやったんですよ。で、これを紹介はしていくんですが、正直僕このカラーあんまり好きじゃなかったんですよね。微妙やなと思ってて、マウンテンライトジャケットとかもなんかそんなに僕と合わへんなと思ってたんですけども、これキャンプシェラショートのユーティリティブラウンに関してはめちゃくちゃええ色やんと思って、僕の好きなですね、俳優さんが着てたといいますか、人気ドラマがあったといいますか、ヒーローというドラマでね、木村拓哉さんっていう、僕が好きな俳優さんがいてるんですけども、あの方が着てたダウンジャケットはまたエイプっていうまた違うブランドなんですけども、それを彷彿させるかの綺麗な色味、この色味やったらちょっと買ってみたいなと思ったんでこちら購入したということになってるんですけども、毎年ね色は変わっていくので、キャンプシェラショートのこのユーティリティブラウンは2020年モデルしかないと思うので、今やったらねちょうどこれがセールとかにかかってるんですよ。だからむしろ定価より安く買えるんですよね。で元祖やのにセールに残ってんのかいっていう話なんですが、その辺とかもおいおい喋ってはいきますので、今日の流れとしてはですね、まず形を見てもらって、その次には特徴ですね、さっき言った元祖であったり、それでじゃあどんな綿の中に使われてんのとかっていう話をしたりとかしてですね、普通のダウンジャケットとはちょっと違うんですよね。なるほどなという話をして、で次にはデメリット、こういうところがちょっとデメリットですよねとかいう話をして、最後にじゃあおすすめの人サイズ感という順番でいきたいなと思います。ではですね、まず形から見てもらいたいなと思うんですけども、形がですね、フードがついててですね、こちらフードはですね一応取り外しはできるんですよね。取り外しをするとですね、ヌプシジャケットみたいな感じの、昔っぽいシンプルなダウンジャケットにもなりますし、フードをついててばさらに首元を守れるような感じになってますね。でその次にですね、肩のところにロゴが入ってるんですね。このワッペンみたいな感じでノースフェイスってロゴが入ってたりはするんですけども、今現段階で多いのってやっぱり胸元に刺繍の入ってるノースフェイスって多いと思うんですけど、こういったワッペンタイプのってダウンジャケットでは結構少ないんかなと思ったりするんですけど、そういった形になっててですね。でその次にポケットですよね。ポケットもこれいかにもなんかクラシック感ありません？今っぽい感じっていうよりかはちょっと昔のアメリカ人っぽいテイストといいますか、そういった感じのポケットの形ですよね。前にマジックテープがついてるので、このマジックテープのところにポンと何か入れたりもできるし、もちろん横側の手を入れたりもできるんですが、これは特にジップとかではないので、本当にただポンと入れるだけになってるんですけど、この裏側は一応フリース使われてますね。マイクロフリースが使われたりするので、この辺は多分アップデートされながら発売されてるとは思うんですけども、そんな感じになってて、メインのジップはですね、普通のジップになってるので、こうやって上からフラップって言って布をかぶせることによって雨とか風を侵入を防げるっていう、これも昔っぽい感じのテイストですよね。今やったらもう止水ジップファンで使っちゃえば終わりなんですけど、こういうところも昔っぽい感じのディティールで、以上が形かなと思います。特にそれ以上っていうのは特になかったりするので、そんな感じになってるということですね。では特徴に行きたいなと思うんですが、元祖なんですよね。これ何が元祖かというとですね、ノースフェイスの有名どころといいますか、元祖のアイテムというかっていうのは何ってなってくると、間違いなくこのダウンジャケットは名前が上がってくるんですよね。もういやバルトロでしょとかって言い張る方もいらっしゃいます。バルトロなんかだいぶ後ですって、もう2012年とか3年とかぐらいから始まってるからめちゃくちゃ最近やねんけども、これに関しては50年間アップデートされ続けて販売され続けてるというジャケットになってるので、ちょっとクラシックっぽい感じのノースフェイスが好き。今とかやったらもうどっちかって最新の感じじゃないですか。結構最新の技術が取り詰め込まれてるみたいな感じやけど、いやちょっと待てよと、一旦昔っぽいノースフェイスもちょっと味があっていいんちゃうかっていう方なんかにはですね、これは元祖でシビーなって感じがあると思うので、先ほど形でも見てもらったみたいに、ちょっと要所要所がクラシックっぽい、ちょっと昔ながらのテイストを活かしながら続けてるっていうところも良かったりするんかなと思うんですが、そのままじゃやっぱり古臭いよねと。で次の特徴から言うのがですね、やっぱり現代版にもちょっとずつアップデートされてるんですね。それがこういった特徴ですよっていうところにはなってはいくんですけど、じゃあどんなところが特徴があるかっていうとですね、次は生地ですよね。生地がですね、よくノースフェイスではこれナイロンという生地を使われるんですよね。はいはいはい、よく聞くよねと。これはバルトロでもそうやし、マウンテンダウンでもそうやし、ありとあらゆるダウンジャケットとか、このヌプシもそうですよね、ナイロンっていうのを使われてくる。これ違うのって
これ違うんですよね。何を使われてるんかというとポリエステルが使われてるんですね。ポリエステルが使われる、なんか違いあるのって感じだと思うんですけど、そうなんですよね。ナイロンっていうのはどうしても頑丈っていうのはいいんですけど、ちょっとね硬いっていうのがあったりするんですが、ポリエステルに関してはですね、あのペットボトルとかのリサイクルができるっていうこともあったりとかして、もちろん環境にいいっていうのもそうやし、さらに生地がもう少し柔らかかったりするんですよね。なのでダウンをいっぱい詰め込んだとしても動きやすいんですよ。さあその代わり若干この強度とかはナイロンより落ちるっていうのはあったりはするんですけども、その分ダウンをいっぱい入れたりできるっていうところが、まあ、特徴やったりするので、ポリエステルが使われてるダウンジャケットって あんまりないなっていうところで、まあ、この辺なんかもキャンプシラショートの特徴やと思いますし、でそれこそ言ったみたいにちょっとやっぱちょっと弱いって言うじゃないですか、まあ、生地が弱いなっていうところもあったりするんですけど、それを補うためにですね、またそれはちょっと最新の技術が入ってるんですね。何かっていうとパーテックスという生地を採用してるんですよ。だからパーテックスって何年のっていうことになってくるとですね、よくあのパラシュートとかでも使われるような丈夫な生地を採用してるんですけど、まあ、それがパーテックスって言ったりするので、普通のポリエステルではなくてポリの中でも丈夫な生地が採用されているので、その辺の弱さとかっていうのはしっかりリカバリーしてるっていうところもこのキャンプシラショートになってて、じゃあ次の特徴っていうのはですね、こちらの中の綿なんですね。でこの中の綿が結構モリモリじゃないですか、ボリュームあるダウンジャケットやなって、これパッと見たら分かると思うんですけど、これが実はダウンではないんですよね。全部人工の、あの化学繊維で作られてるダウンになってるので、発売当初はもちろん普通のダウンジャケットを使ってたんですけど、それは時代とともにちょっとずつこう環境にも適応していこうということで人工の綿が使われてはいてるんですけど、僕あんまり個人的に好きじゃないのが、各ブランドが出してる人工の綿って保温力低いんですよね。だから僕あんまり好きじゃなくて、うわ人工の綿かみたいな、あのやっぱりどうしても天然の綿の方がやっぱり保温力高いねんなって僕個人的には思ってたりするんですけども、唯一人工の綿でもめちゃくちゃいい綿っていうのが1個あるんですね。これが何かっていうと、ここのタグにも入ってるんですが、プリマロフトという綿になってて、あなんか前の動画でよく聞くなみたいな、なんかプリマロフトとかパーテックスとかゴアテックスとかなんかよくわからんものがいっぱい届くけど、これはじゃあほな何なんかっていうとですね、これはアメリカの軍隊とかで使われてたりする綿になってるんですよね。そやから例えば軍隊の人とかってこう全身とかしたりとかすることもあるやろし、こうびちょびちょに濡れることもあったりするやろけど、それでも保温力が下がらないっていうのがこのプリマロフトになってるんですよね。だから素材的に言うと表の生地もそうやし中の生地もそうやし、全部ポリエステルで作られてるんですよ。ポリエステルで作られてる何がいいのかって言ったら、どんな天候でも着れるんですよね。そやから別に濡れても大丈夫。ほんと極端な話、あの取り扱いも楽なんですよ。これが洗濯がいけるかわからへんけども、プリマロフト自体は別に洗濯とかを やろうと思ったらできるんですよね。ただダウンジャケットってそんなできんじゃないですか。やっぱりどうしてもクリーニング出さなあかんとか、もちろん知ってはる方はどうやって洗ったらわかるとかっていうのを知ってはるとは思うんですけど、まあ、一般的にはクリーニング出す方多いと思うので、これに関してはプリマロフト自体は結構洗濯とかはできるんですが、このキャンプシラショーとかできるかどうかって言ったらどうなんやろな、まあ、一応手洗いはできるっていう風に書いてたりはするので、まあ、この辺なんかも普通のダウンジャケットに比べると取り扱いがしやすいというところがまあ特徴になってくるんじゃないかなと思います。なのでまあ昔はね、ダウンジャケットって普通に生き物を入れてたけども、やっぱりそうやって濡れるとちょっとあのベチャーっとなってきたりとかするし、やけど生地は別にそんなに防水の生地とか当時はなかったしってなったら、徐々に変化として環境にも配慮するし濡れても大丈夫な綿が使われているというところが、このキャンプシラショートの元祖のダウンジャケットになってくるのかなと思います。じゃあ次はデメリットは何ですのということになってきたらですね、正直保温力に関しては僕わからないんですよね。あの唯一プリマロフトと天然のダウンジャケットでどっちがあったかいんかって今後比較ちょっとしようと思ってるので、またそれは楽しみにしていただければいいと思うんですけど、まあ、普通の高電池とかなんかその各メーカーが出してる人工の綿に関してはまあ絶対保温力は下がると思うんですけど、これに関して保温力はちょっと分からへんけども、唯一のデメリットとしてはやっぱりこの見た目のクラシック感、いかにもこう昔っぽい感じの古い感じもあるじゃないですか。そやからそれが今一周回っていいってされたりもしてるので、ちょっとミリタリーっぽい感じの軍隊の昔っぽい感じが良かったりするっていう方ももちろんいらっしゃると思うので、時代のトレンドとしてはあの確実に今ちょうど着てるとは思うんですけど、ただいかんせんノースフェイスというとどうしてもバルトロマウンテンダウンジャケット、やっぱそういうところに目が行きがちなんで、ここをフューチャーする方って結構少ないので、どうしてもセールとかになってますね。あの売れ残っててセールとかにかかってるので、これに関しては定価が確かね4万6000円ぐらいで、まあまあ値段としてはいい値段するんですけど、まあだいたいセールとかやったらまあ3万円とかともすれば3万切ったりして2万円台で購入できたりするので、意外と穴場のジャケットというか元祖やのにもかかわらずあんまり焦点が当たってないんですよね。そやからまあ今ちょっとおすすめ言っちゃったんですけど、ちょっとあえてクラシックな感じで着たい方とか、あとまあちょっとミリタリーっぽい感じで着たい方、アメカジっぽい感じで着たい方とかっていう方にはまあこのダウンジャケットおすすめかなと思いますし、それ以外にもですねノースフェイスが好きなんやけどもちょっとまあ他とは被りたくないとか、他の人がやっぱいっぱい着てるようなダウンジャケットじゃなくてちょっと違うノース
ペースが欲しいとかっていう方なんかにはもうまさにこれは安く買えるししかも元祖やしみたいな、あんま悪いとこないのになんか知らんけどほっとかれてるんですよね。まあそうやからええんちゃうかなと思います。ただですね、こういうのってノースフェイスよくあるんですけど、今はねこのプリマロフトっていう人工のイーバタ使われてるって言ってたじゃないですか。これ、ね、すぐなくなるんですよ。ノースフェイスの今プリマロフト使ってるダウンってほぼほぼないんですよね。昔はほとんど使ってたんですけど、どんどんなくなってきてるので、これもいつちょっとあのプリマロフトからなくなる、普通のまた高電子とかになっちゃうかどうかってわからないので、もう欲しい方がいらっしゃれば今セールとかでガンガン残ってるので、下動画説明欄に載せておくので、早いうちにプリマロフトの分を買っといた方がいいんじゃないかなと思います。これもねいつ変更なるかわからないんで、ちょっとグレードダウンする前にあの狙っといた方がいいんちゃうかなというふうに思います。ということで最後はねサイズ感いきたいなと思うんですが、サイズがですね、僕こちら L サイズを着用しますので、178-69kgで L サイズを着用してるという様子を見てもらいたいなというふうに思いますので、本日はですねノースフェイスのキャンプシェラショートを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Like fireworks, thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line.